愛、地球博記念館オープンギャラリーの森蔵とキッコロの像、森蔵キッコロ森へ行こうよ、は NHK 教育テレビジョンで放送された自然をテーマにした子供向け番組である。自然観察や自然で遊ぶことのプロを講師に迎え、森蔵とキッコロが森に出かけて遊んだり、自然についての勉強をしたりするというもの。 森蔵とキッコロは2005年に開催された2005年日本国際博覧会の公式キャラクターでキャラクターのライセンスを保有する一般財団法人地球産業文化研究所の許諾を得て登場させている番組開始当初は着ぐるみの森蔵とキッコロが子供たちと一緒に学ぶという形で進行していたが2010年度からは子供たちに代わってウド鈴木と エリキマリが進行役として出演しており、森蔵とキッコロも CG 合成による出演に変わっている。2010年度からは新コーナー、泣き虫つむたの生き物大冒険がスタートしている。カタツムリ、つむたが世界各地でいろんな生き物と出会い、少しずつ成長していく物語となっている。ハイビジョン制作。2009年度については土曜日の再放送は、 マルチ編成のため標準画質での放送となっていた。2015年3月28日をもって放送終了。番組は8年の歴史に幕を閉じた。あと番組は、なりきり、ムーニャン生き物学園、進行役講師制の出演いずれも日本時間。2007年度、2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、番組終了まで、ありがとうございます。